はい、こんにちは。こんにちは。はい、ししまるの YouTube チャンネルですけども、はい、早くも第2弾。はい、マインクラフトの、ミニフィギュア、ね、シリーズなんですけども、うん、今回はですね、アイスシリーズ。はい、こちらですね。アイスシリーズが2つで、あと、こちらが、クラフタブルズ、シリーズ1を2つですね。うん、はい。前回ね、こっち、全部で1、2、3、4、5個、5個か。いろんな各種のやつをですね、うん、開けてみたんですけども、今日はこちらの4つですね。アイスシリーズ2つの、はい、何でしたっけ、クラフタブルズシリーズ1ですね。これを2つ、開封。もう第2弾なんですけどもね。早い。はい。やってみたいと思いますけども、早速じゃあ行きましょう、もう。これ。何が入るの？ああ、はいはいはい。で、前回に、この、うん、ネザーパトロールってやつ、それがネザーパトロールってやつが出たんだね。なんでネザーをパトロールするの？ネザーをパトロールしてきたっていうやつだったんだね。はい、じゃあ行ってみましょう。はい。じゃあ一つ目。まずそれですね。はい。一個目は何でしょう？でーでん。お？あれだ。なんだっけ？ガストの。ガスト。ガスト。あ、アレックスだ。アレックス？アレックスの、ああ、ああ、ああ、ガストと戦ってるやつだって、これだ。ガストファイトってやつだ。ちょっとね、見えないと思うんですけど、これ。これでした。ね、これと繋げてるよ。うん。レザーだから。ね。作っていきたいと思います。ロニアこちらにお願いします。アレックスの金装備だね。ちょっとこっち見せてください、カメラに。カメラにジョーンって。ちょっと、もうちょっと近くにやってください。はい。はい。こっちは金の剣。うん。金装備全部。うん。なんかね、ガストとバトルしてるんだって、ファイトって書いてあるから。できた。はい。まず一つ目が、こちらでした。はい。ガストうん。ガストと戦ってる、アレックス？うん。アレックスがガストと戦ってるんだ。ね、金装備ですね。ね、ちょっと浮いてますよ、これ。まあいいや。ちゃんと差し込んでください。はい、はい。じゃあ、まず一つ目これでしたね。はい。これだよ。じゃあ次はどこ行きますか？これ。アイスシリーズ。うん、はい。いきまーす。あ、ちょっと待ってください。アイスシリーズは、はい、こんな感じですね。いや。ちなみに、お父さんが欲しいとすれば、あ、ここにもガス出てくるんですね。やっぱりね、ゴーレムがいいですかね、お父さんね。なんかスティーブとアレックスが欲しい。うん。アレックスこれ何？屋根じゃなくてトンネルじゃなくてなんだよ。ボート。ボートかこれ。あ、ボートって書いてあるね。はい。じゃあこれ開けたいと思います。はい。あ、そうだ。それは当てるやつだ。そうだ、触って当てるやつ。あ、これもう分かっちゃった。どれ？ガスト、ガスト。嘘だ。四角い頭に何かくっついてるね。なんかガストっぽいですね。じゃあ行きます。ガストかな。行きまーす。お願いします。三、あ、本当だ。ガストだった。もしかして今日はガストの日？ねえ。ファミレスのガストじゃないよね。はい。じゃあここの上に置きます。こうやっても置ける。置けるね、本当だね。ちょっとここに見せてみる。はい、ガストでした。本当だ、火が出てるこれ。ほら。今日はガストの日か？今日はガストの日です、ね。今日はガストの日ですよ。はい。じゃあ次はどっち？これ。それですか？はい。じゃあ次こそはお父さんじゃあ。ああ、何これ？エンダードラゴン。
エンダードラゴンもあるんだ、これ。空マグが欲しいやつ。エンダードラゴンファイト。ここに書いてあるんですけど。エンダードラゴン見たことないんですけど、お父さん。まだ。レゴ他の人のやつなら見たことある。あ、なんだ、あ、やったー、アレックスじゃなくて、スティーブの、スティーブだ、スティーブ。これも欲しかったんだ。これだ。ねえ。これ、洞窟から出る場所。もろもろメグこれでしょ、うん、これ一番さねえ、欲しかったやつ、うん、よかったね、今日幸先いいですね、うん、ねえ、ガストの火が、ガストの火が壊れる、はい、スティーブがクリーパーみたいになってるんだすごいね、90度の足がカクンって上がってるよ、ほら見て、ほらこれこれこれ、足がカクンって上がってるよ、カクンタクーンって、はい、めっちゃ四角ですけど、はい、空はいくらだもん、めっちゃ四角ですね、スティーブの顔どれ、めっちゃ四角なんだけどこれ完全クリーパーって言っていいぐらいじゃん、はい、はい、ピッケル、ピッケル持ってますね、ピッケルダイヤのねあ、腕が、腕が、腕が取れた、うう、アシュラマンみたいにはまらない、どれ硬いの、どれどれ、腕だけ動いてる、あ、結構これね硬いパーツですね、はい、大人ぐらいがちょうどいいと思う、大人ぐらいがちょうどいい、うん、ちょっと外します、これ取れるの、はい、スティーブの腕が、あ、本当だ、硬いよこれでしょでしょ、うん、これはね硬いですね、はまりませんね、あの精度が悪いんでねこれははまりませんけど、はい、硬いですね本当に、これはちょっと何か温めてから入れた方がいいですから、入りました入りました、はい、入りました、やっと入りました、はい、はい、じゃああと腕をつけてください、出たね、スティーブ、でるーん、はい、スティーブでかくない、うん、でかいけど、アレックスより、うん、ちょっと失礼、はい、じゃじゃーん、はい、スティーブでした、見て本当だね、親子ガストだね、はい、じゃあラストのアイスシリーズ、これでガッとなったら三人兄弟になっちゃうよ、うん、じゃあ待って触らして、なんだと思う、梅子は、なんか四角く、顔が四角くて、うん、あ、じゃあ見せて、お父さんにちょっと触らして、梅子はねこれ全部で、ね、これかもしれん、はい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 、四角い、ん、四角っぽいとこもありますね、四角いところもあるし、何かが出てるな、うん、あ、メグはスティーブがいいと思う、え、うん、これはあ、これはスティーブじゃないのか、エンダーマンかスティーブだと思う、開けます、はい、なんでしょうか、あー違ったそれか、可愛いじゃんだけど、はい、じゃここ、あ、メグカメラに向けてよ、こっちがそう、はいはいはい、可愛いじゃんこれ、あの何、鳥さんに乗ったゾンビ、チビゾンビ、そっか、ここか、ここの部分がなんか変かなと思ったんだけど、四角い頭で、そっか、こいつだったね、だけどいいじゃんこれ、かわいいし、ゾンビ二人兄弟、はい、二人兄弟になっちゃった、そうだね、あれこっちの方が小さい、うん、はい、ということで今日の、はい、出たやつはですね、はい、アイスシリーズが、ガストとね、あとこの
鳥さんに乗ったチビゾンビ、うん、ねえ、はい、そしてこっちのでっかいやつね、ついに出ました、スティーブ、ねえ、やっと外に出れるぞ、やったやったねえ、スティーブ出たね。そしてこちらがねえ、まさかのガスト、ねえ、金装備のアレックス、ねえ、ちょっと回転させてください。ガストの涙とガストの火薬をもらうぞ、うん、ねえ、はい、以上のね、はい、成果でした。結構良かったんじゃないですか今回はね、うん、なんかガスト、2人、はい、はい、ということで今日は以上の結果でした。以上です、アミちゃん。